同士の世界タイトルマッチ、 WBO 世界フライ級タイトルマッチ3階級制覇達成。第1ラウンドのゴングが鳴りました。注目の1ラウンド、チャンピオン3度目の防衛を狙う木村翔、現在世界戦3連続ダッカード勝利と勢いに乗ります。さあ左のジャブ、ドリブロー、ズボリが当てました。木村も前に来ます。ドリブロー左、田中も右、木村が前に来ます。ドリブロー左右、共に奪いました両者です。左のフック、共に相打ちのようになりました。そうですよね、右のストレート、木村の右のストレートが当たりました。追い詰めていくドリブロー左、木村のアッパーボリー、両選手リングの中央、ボリブロー左、ものすごいパンチの交換です。左崩れた崩れた、木村がバランスを崩した。さあ田中チャンスを迎えるか、第2ラウンドどうか。スピード田中、右左、この辺りは捉えている田中康生。大振り、トシトレーナーは相手は面食らっているから、これを繰り返していけという指示です。左のアッパーです、左のアッパーボリー左、ねじ伏せるだけ、ボリー左、タイミングよく当てました。え、引いてますよね、引いてますよね。さあ左、田中の左、しかし左、左二人とも、あ、右、チャンピオンのいい、ボリブロー、ボリブロー、ボリブロー、いやー、チャンピオン、ね、はい、左から右、右、木村の右、行ってきます。いやー、とかくあのボディを当てます。アッパー左、右、田中がボディを当てる、あ、右、右を後ろ下ろす、前に来る、今度は田中が前に来ます、田中前に来る、あっと木村も負けていない、これは負けていない、です。あっという間にカウンター、カウンターで捉えました、田中の右がカウンターで捉え、さあ、あ、左、あ、田中も今日はどんどん前に来ます、ですね、最後にチャンピオン嫌ですよ、右、左、あっと。ですね、木村翔吾が右なんですよね、あの木村もいいパンチ当たってるんですよね、左というところです。右ボリー、一つ田中として、あ、右、木村の右、左、右、しかし二人ともがこう練習して、右、木村の右当たった、あと当たった、ワンツーが当たります。の木村が押していく、ローブリーが左、左のショート、フックはお構いなし、ボリーブロー右、田中翔との右、心を削り合う展開ですよ。です、ね、アッパーボリー、さあ前に来る、前に来る、ボリー前に来ます、田中が木村を、内側顔面を捉えた、ボリーブロー右、充実してますよね、はい、右、右当たる、前に来る、いやもう中央ですね、まだまだ、あ、アッパー右、ものすごい打ち合い、左、木村もまだ前に行く、アッパー左、ね、ということは12ラウンド取った方が勝負をものにするという可能性もあると、ね、はい、田中が前に行く、右、おー、右が当たった、当たりましたね、木村の右切っている、木村前に行く、細かいパンチ、チャンピオン素晴らしい、右左、右左、左、残り10秒だ、右左、右、田中も手を出す、試合終了、2人に拍手、よくやった2人、すごい試合、新チャンピオン田中勝ちました、田中康生、史上稀に見る激闘。